はい、コズの締め部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいんですが、前回に引き続いてですね、渋谷のパルコ行きました。はい、そこでね、アキラアートオブウォール、はい、そちらの方ねまた行きまして、前回ねできなかったガチャガチャ、あれをやってきました。はい、でね、そのガチャガチャでやって出てきたものを紹介していきたいと思います。とりあえずね、あのガチャガチャは回数制限がございます。お一人様10回までということでね、はい、で自分はね、上限の10回やりました。はい、その結果、まあ出た順じゃないですけどね、出たものを紹介していきたいと思います。1個目は、こちら黒いカプセルが出てきました。はい、あ、その前にねラインナップ、はい、ラインナップです。こういう、冊子が入ってますね。はい、でこれは全10種、10絵柄ですね。はい、これは実際に、渋谷のパルコでね、工事中に建てられてた、外壁のやつですね。はい、ここから1番です。1、2、3、4って続きます。はい、こういう感じですね。で自分がね絶対欲しいと思ったのがこの4番のアキラ、はい、これが一番欲しかった。まあこの中でもね、これが一番人気があるみたいでね、メルカリでも結構な値段がついてます。で次にこれが欲しかったですね。はい、これ03か0304で、あとまあこの中だと、あとこれね、金田がバイク乗ってるやつ、これも欲しい09。はいはい、これが一番いらないけどね。はい、こんな感じでね、やってきました。で出たのが、まあ、黒は何かということですね。もうすでに封を開けてね確認してます。はい、こんな感じで入ってますね。はい、でこれはね、後ろに立てる、支柱ですね。実際に工事現場でも多分こういう風に組み立てられてた、鉄柱ですね。はいはい、これが付属してます。で出た柄が、黒はこちらです。色によって違うんですね。はい、この柄、はい、これはね、何番かって言ったら、はい、こちら02番、はい、02番が黒色です。はい、がまず1個目出ました。はい、で2個目、ガンと今度は水色です。水色もね、もう確認してますが、同じようにねパーツは同じです、全くね。はい、で柄はね、はい、こっちかな。はい、こうね、東京がもうね穴開いちゃってるね。アキラパワーです。はい、これはアキラと、K が出てますね。あとこのホババ、この絵が、これはね、これ一番最後の10番、はい、10番は水色カプセル、はい、ということですね。はい、で続いてこちら、はい、今度は白、はい、白は何かというとこの柄、はい、で出ました。2番目に欲しい鉄尾がねドアップで出てる、
ですね。うん、これはいいね、かっこいい。はい、これはね普通にゼロ02番、あ、違う違う、03番ね。はい、03番が白。はい、で、続いてが、4個目ね。はい、こちら、はい、緑カプセル。これはいいよ。はい、出た、ババアだかジジイだかわからないやつのドアップ俺実際ね劇中でもわかんねえんだよな、ババアなのかジジイなのか。うん、でここに鉄王がいますね。はい、この柄、これが、はい、05番。はい、05番は緑。5個目、5個目がですねこれ、はい、オレンジ。はい、こちらですね。はい、オレンジは、はい、これですね。キラパワー爆発と、鉄道ですね。はい、こちらの柄、うん、これもなかなかいいんだけどね。はい、これが07番がオレンジ。はい、で、続きまして6個目。はい、こちら黄色、今度は黄色です。黄色は、こちらですね。はい、はい、このねビルが崩壊する絵と、これはどちら系かな、これか。はい、6番。はい、6番が黄色です。はい、で、次が7個、うん、1,2,3,4,5,6、7個目。はい、こちら紫。はい、紫はうわーっていう叫び声。はい、これは金田かな。はい、叫び声、叫び声が8番。はい、はい、で8個目、8個目が、はい、こちら、はい、緑。はい、ダブりました。はい、最悪な絵のやつです。最悪なやつだろ、あれだけど、うん、はい、で9個目、はい、オレンジ。オレンジも出ましたね。はい、オレンジは、これだね、この柄ね。はい、これはこの柄。はい、ダブリで最後、はい、こちら、はい、水色。はい、ということでね、私の欲しいこの柄が出てない。はい、でこの柄も出てない。で
01番も出てない、はい、それ以外は全て出ました、はい、なのでね3つ出なかったのよ、うん、でね、これはね4回で、あったんでやってきたんですが、実はね、地下1階にもね、展示物がありまして、前回も載せました、鉄尾のね、ちょっとあの不気味に変形しちゃった、肉団子みたいな赤ちゃんみたいなやつね、あれが展示してあるスペースに、ガチャガチャなんかね、4階より多い台数で設置してあったんですよ。でもね、一応ねお一人様10回までということなんでね、自分はできない、はい、できませんでした。なのでね相方に頼みました。はい、相方にワンモアチャンスと言ってね、10回お願いしました。はい、で出たのがね、はい、もう一気にいきますね、はい、黒、はい、黒は最初に紹介したやつね、はい、ダブリ、はい、で緑、もう大概にしようっていう感じですね、で3回目、はい、黄色も出ましたね、はい、もうすでに開封してますね、はい、黄色で白、はい、白も出ましたね、ありますね、はい、でね、もう次、はい、紫、はい、ダブリ、あ、ちなみにね、後で気づいたことなんですが、もうすでにもう色が分かりましたね。結構あの色で全部、変えてあります、はい、まず1番がね、持ってない1番が透明なカプセルですね、まあ、これ白透明っぽいんだけどちょっと濁ってる感じの白なんですけど、多分ねこれ本当に透明な感じだと思うんだよね。だからちょっと分かりづらいと思うんだけど、一応確認したけど、自分は1番はなかったです、はい、で、この金田のバイクの9番、これは、青です、はい、水色じゃなくて青ない、はい、で、アキラこの一番欲しいやつがね赤色なんですよ。赤色ね見た感じね一番少ない数が、うん、なんかカプセル捨ててあったカプセルをのゴミ箱を見たらね赤が一つしか入ってなかったんだよね、うん、30個ぐらい捨ててあったんだけど、なのでこれは相当出にくいと思ってね、はい、覚悟しました、はい、でまあ続けていきますが、はい、ね、はい、でここでまた、はい、白、はい、これ持ってる、はい、ダブリ、で、紫、はい、ダブリ、うわ、あふれた、はい、で、また白、はい、もうやばい、で、水色、はい、もうね、ダブリまくりで全然出ないの、もうこれもうショックだと思ってね、もう諦めかけたその時にコン、はい、出ました、赤、いやこれまだね開けてないんだけどね、もう赤ってもうね分かってるから、まあ、一応開けてみましょう、ここでね、はい、これで違かったら笑っちゃうけどね、違いないね、はい、来ました、一番欲しかったアキラ、はい、これ出てくれましたね、やったぜ、はい、一番欲しかったやつ出ました、はい、という感じでね、ほんとねめっちゃダブった、しかもこれねいくらかっつったら1回500円なんですよ、なので結局1万使いましたしかも1万使ってなんだかんだでコンプできないっていうね、1番使って結局1番と9番が出てないんですよ、はい、なのでねもうしょうがない、もうこれはもうメルカリとかで買うしかないよね、と
とにかくねこれが一番高いんですよ、メルカリの中で、はい、なのでこれはゲットできてよかったなと思いますね、はい、1番と9番はそこまででもないと思うんだけど、まあ、一番安いのはこれです。5番はね、まあ相場的に600円です、はい、まあ、はっきり言ってね送料手数料引いたらもうマイナスですねこれは、はい、で2番目に高いのがこれ、うん、ってな感じですね、はい、ということでね結局20回やりましたけど、コンプリートできませんでした。いやー渋いこれは、うん、特に赤はね本当に見た感じ少ないのよ、うん、だから結構皆さんね、うん、覚悟してやるか、それかもうねちょっと高い値段でもう花からメルカリとかで買っちゃうかね、はい、どっちかだと思います。はい、キタンクラブっていうのとのコラボかな、うん、はい、てな感じでね、今回は、前回のできなかった悲願だった、ガチャガチャ、これをね、やってきました。はい、でね出てきた動画となります。はい、まあ一応ね動画の最後に、ちょっと組み立ててね、並べた映像を、まあ、写真でね見ていただいてお別れしたいと思います。ということで、今回はこれで。ご視聴どうもありがとうございました。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。